えっと、それでは、リスニングの練習です。と言っても、文字が出たりとかしませんので、こう、ま、もしかしたら、この、こんな感じで、あの、絵が変わっていくかもしれませんが、ま、とりあえず、えー、文字は出ません。ですから、私の声を聞きながら、えー、それを繰り返すだけ。例えば、 そうですね。calories って言ったら calories って言ってね。で、その後日本語言いますから。カロリー、カロリーって言うだけ。例えば、people って言ったら people って言ってください。で、人々って言ったら人々って言うだけ。ただただ聞いたのを繰り返すだけ。ね、簡単ですね。じゃあ、いきます。most people ほとんどの人。k no w 知っている。 Fast food, fast f o s u c h as hamburgers. ハンバーガーのような and fried chicken. それからフライドチキン .usually, 普通は contains 含んでいる a lot of fat たくさんの脂肪 If you eat, もし食べたら too much 多すぎる you are likely あなたはきっとこうなりますよ put on weight 体重が増える but しかし people really know 人々は本当に知っている ?Do people really know? 人々は本当に知っているのですか ?People don't really know. 人々は本当には知っていません。Which items? どの食品が ?On restaurant menus.

ニューヨークは最初の年になりました。In the United States アメリカで to pass a law 法律を制定した。Customers お客さん menus メニュー Worried 心配している。Whether どうか。Actually 本当に。Happen 物事が起こる。Customers お客さんたち。May choose 選ぶかもしれない。Attract more customers もっとお客さんを呼ぶ。Cafe shops. コーヒーショップ .low fat milk. 低脂肪入。higher profits. 儲けが高い。size. 大きさ。number. 数。 products, 製品 cities, 都市 wash, 洗う write about the event, その出来事について書く newspaper, 新聞 drop, 落とす designed デ,デザインした。Lawyer 法律家。Kind 親切な。Kinds 種類。Album アルバム CDs CD、オーシャン、海。